サー・カズオ・イシグロは、長崎県出身の日系イギリス人小説家である。1989年に、長編小説、火の名残で、英語圏最高の文学賞とされるブッカー賞を、2017年に、ノーベル文学賞を受賞した。ナイト・バッチェラー、ロンドン在住。長崎市新中川町で、海洋学者の父、石黒静夫と母、静子の間に生まれる。祖父の石黒正明は、滋賀県大津市出身の実業家で、東亜道文書院で学び、卒業後は、伊藤忠商事の転身支社に籍を置き、後に、上海に設立された、豊田紡織商の取締役になる。父の石黒静夫は1920年4月20日に、上海で生まれ、明治専門学校で電気工学を学び、1958年のエレクトロニクスを用いた波の変動の解析に関する論文で東京大学より理学博士号を授与された海洋学者であり、高円寺の気象研究所勤務の後、1948年、長崎海洋気象台に転勤となり、1960年まで長崎に住んでいた。長崎海洋気象台では、副振動の研究などに携わったほか、海洋気象台の歌を作曲するなど、音楽の才能にも恵まれていた。母の静子は、長崎原爆投下時10代後半で、爆風によって負傷した。幼少期には、長崎市内の幼稚園に通っていた。1960年に、父が、国立海洋研究所所長、ジョージ・ディーコンの招きで渡英し、暴風によって発生し、イギリスやオランダの海浜地帯に、深刻な災害をもたらした1953年の北海大洪水を電子回路を用いて掃除する手法で研究するため、同研究所の主任研究員となる。北海で油田調査をすることになり、一家でサリー州、ギルフォードに移住、現地の小学校、グラマースクールに通う。卒業後にギャップイヤーを取り、北米を旅行したり、デモテープを制作し、レコード会社に送ったりしていた。1974年に、ケント大学英文学科、1980年には、イーストアングリア大学大学院創作学科に進み、批評家で作家マルカム・ブラッドベリの指導を受け、小説を書き始めた。卒業後に一時はミュージシャンを目指していた時期もあったが、グラスゴーとロンドンにて、社会福祉事業に従事する傍ら、作家活動を始める。フェーバー社が刊行する新人集7に収められた3作の短編、不思議に、時には悲しく、J を待ちながら、毒殺でデビューした。1982年、英国に在住する長崎女性の回想を描いた、処女作、女たちの遠い夏で、王立文学協会賞を受賞し、9カ国語に翻訳される。1983年、イギリスに帰化する。1986年、長崎を連想させる架空の街を舞台に戦前の思想を持ち続けた日本人を描いた第2作、浮世の画家でウィットブレッド賞を受賞し、若くして才能を開花させた。同年にイギリス人のローナン・マクドゥーガルと結婚する。1989年、英国貴族邸の老執事が語り手となった第3作、火の名残で英語圏最高の文学賞とされるブッカー賞を35歳の若さで受賞し、イギリスを代表する作家となった。この作品は1993年に英米合作のもと、ジェームズ・アイボリー監督、アンソニー・ホプキンス主演で映画化された。2019年には舞台化予定。1995年、第4作、満たされざるものを出版する。2000年、戦前の上海疎開を描いた第5作、私たちが孤児だった頃を出版、発売と同時にベストセラーとなった。2005年、私を離さないでを出版する。2005年のブッカー賞の最終候補に選ばれる。この作品も後に映画化、舞台化されて大きな話題を呼んでいる。同年公開の英中合作映画、上海の伯爵夫人の脚本を担当した。2015年、長編作品の忘れられた巨人を英国、米国で同時出版。アーサー王の死後の世界で老夫婦が息子に会うための旅をファンタジーの要素を含んで書かれている。2017年、ノーベル文学賞を受賞。受賞理由として、壮大な感情の力を持った小説を通し、世界と結びついているという、我々の幻想的感覚に隠された深淵を暴いた、などとされた。日本の早川書房から出版された、小説全8作の累計発行部数は2017年10月14日までの増刷決定分を含めて約203万部。2017年10月23日付のオリコン週間本ランキングでは7作の石黒作品がトップ100入りした。1995年に大英帝国勲章、1998年にフランス芸術文化勲章、2018年に日本の朝日、重光明を受賞している。2008年にはタイムズ紙上で1945年以降の英文学で最も重要な50人の作家の一人に選ばれた。作品の特徴として違和感、虚しさなどの感情を抱く登場人物が過去を曖昧な記憶や思い込みをもとに会話、回想する形で描き出されることで人間の弱さや互いの認知の齟齬が読み進めるたびに浮かび上がるものが多い。作家の中島京子は、キリスト教文化圏の感受性を持ちながら、英国文学の伝統の最先端にいる傑出した現代作家であり、受賞は自身のことのように嬉しいと述べている。多くの石黒作品を翻訳した土屋正雄は石黒を非常に穏やかな人と述べた上で、いつかするだろうが、ノーベル文学賞の受賞はもう少し時間がかかると思っていたので今回の受賞には驚いたと語っている。ボブ・ディランの次に受賞なんて素晴らしい。大ファンなんですと語った。ピアノやギターを楽しむ他に、ジャズ歌手であるステイシー・ケントのために、ケントの夫でサックス奏者のジム・トムリンソンと共に数曲を共作した。2018年6月9日にナイト・バチェラーに叙され、サーの称号を得た。1986年以来、ソーシャルワーカーのローナ・マクドゥーガルと結婚している。娘のナオミ・イシグロも、また作家である。両親とも日本人で、本人も成人するまで日本国籍であったが、幼年期に渡英しており、日本語はほとんど話すことができないとしていた。しかし、2015年1月20日に、英国紙のガーディアンでは、英語が話されていない家で育ったことや母親とは、今でも日本語で会話すると述べている。さらに英語が、母語の質問者に対して、I am pretty lucky, especially around, vernacular and such など、言語学的には、同じくらいの堅固な基盤を持っていませんと、返答している。最初の2作は日本を舞台に書かれたものであるが、自身の作品には日本の小説との類似性はほとんどないと語っている。1990年のインタビューでは、もし偽名で作品を書いて、表紙に別人の写真を載せれば、日本の作家を思わせるなどという読者は誰もいないだろうと述べている。谷崎潤一郎など多少の影響を与えた日本人作家はいるものの、むしろ、小津安二郎や成瀬幹雄などの1950年代の日本映画により強く影響されていると石黒は語っている。日本を題材とする作品には上記の日本映画に加えて幼い頃過ごした長崎の情景から作り上げた独特の日本像が反映されていると報道されている。1989年に国際交流基金の短期滞在プログラムで再来日し、大江健三郎と対談した際、最初の2作で描いた日本は想像の産物であったと語り、私はこの他国、強い絆を感じていた非常に重要な他国の強いイメージを頭の中に抱えながら育った。英国で私はいつもこの想像上の日本というものを頭の中で思い描いていたと述べた。2017年10月のノーベル文学賞の受賞後にインタビューで、予期せぬニュースで驚いています。日本語を話す日本人の両親のもとで育ったので、両親の目を通して世界を見つめていました。私の一部は日本人なのです。私がこれまで書いてきたテーマがささやかでもこの不確かな時代に少しでも役に立てればいいなと思いますと答えた。なお、ノーベル財団では公式な国別の受賞者リストを出していないという立場であり、公式ホームページにおける出賞国による受賞者のリストは便宜上の非公式なものである。ノーベル財団は公式のプレスリリースにおいて、2017年度のノーベル文学賞は英文学作家のカズオ・イシグロに授与されたと発表している。2018年に故郷である長崎県及び長崎市からそれぞれ名誉県民並びに名誉市民の称号が贈られ、同年7月3日にロンドンにおいて長崎県知事中村報道と長崎市長田上副からそれぞれ証書と記念品が授与された。石黒は故郷からの表彰に、長崎は私の体の一部で、名誉称号は自然なこと。特別で心温まるものだとその喜びを語っている。クララ東華様は2021年3月、Aフェイバー&フェイバー社、ベイクノーフ社、早川書房の世界同時発売。ありがとうございます。